吉野井さん、ご指摘しましょうか。はい。まあ、あの、TTP ができてないんじゃないですかね。うん、で、一番 TTP をしないといけないのが何かっていうと、絶対売るってことですね。絶対に。うん、この絶対に売るっていうのが、T、TTP できなければ、うん、猿のものまねになってしまいますね。 うん、まあどういうことかっていうと、まあ吉野さんの場合は毎回こう報告もらえるじゃないですか。で、こう、このプロモーションやってる中で反応っていうのがわかりますよね。で、あれは思うように伸びないなと。多分、販売しながら思ってたはずです。あれ思うように伸びないなと。でもこれ絶対に売り上げを上げる。絶対に売るってなった場合、多分、 吉田さん、あの、途中経過報告ですと。今、現状でこういうことやってるんですけど、ちょっと、あんま反応ないですと。で、何かできることありますかみたいなのを、うん、なんだ。えー、絶対に売り上げを上げるっていうことであるならば、あなあの、質問できたかもしれないですよね。うん。まあ、もちろんその48時間限定だったんで、 二、うん、日間だから、まあ短かったかもしれないけれども、うん、例えば最初の初動ですよね。最初の初動見て、あの、残り一日なんか手段ありますかとかね、うん。そう。まあこれがまあ24時間一日だったらまあちょっと難しいですけど、最後一日何かやることありますかとかね。最後の最後までなんかみたいな。うん、そう。うん なんかこれはドリアカの究極のマインドセットでも、あの言ってますけど、やっぱりその、まあ僕はまあずっと商品売ってきて、それで飯食ってるわけですよ。で、商品売れなかったら僕はもう飯食えないんですよね。だから僕の場合は、売ることはもう絶対なんですよ。で、まあ今回も、 あのまあ、前回もそうなんですけど、まあ、今回まだちょっと決済まで行ってないんで、まあ、今回鷲津さんとジョイントしてこの商品プロモーションしてましたけどお問い合わせベースで、まあ、100%着金なるかはからないですよ100%の借金になるかわからないですけどもあのもし仮にお問い合わせいただいた方が100%借金すれば売り上げは300万超えます。 まあ単価が18、十7万だったんで今回。まあ全員着金する1人か2人漏れるとは思いますけどね。うん。ただまあ少なく見積もっても200万はいくんじゃないかなと思います。で、前回あやさんのやつか、もうこれもジョイントして売ったんですけど、これも、これは着金ベースで1何0万でしたね。まあ単価が5万だったんで。うーん。 じゃあ僕は、その、あやさんのね、商品、ブログ、トレンドブログ、アフリエイト、やってんのかっていうと、やってないんですよ。<laughs> やってない商品ですよ。で、わしさんのブックメーカーも僕やってないですし、やってないんですよ。うん。自分やってない、知らない。だけど、売ってってるっていう。だから、売るときに、どういうことに気をつけてるかっていうと、まあ、教育ですよね。 ま、例えばブックメーカーっていうのはどういうもんなのかとかね、エビデンスどうなのかっていうのを全部出してやったりとか、あの、アヤさんのやつも、じゃあブログアフリエイト、トレンドブログっていうのはどういうなのかっていう、それを伝える前の前提として、うーん、なんだ、そもそもネットビジネスっていうのは何ぞやっていう講義をね、もう1時間ぐらいとかなんか結構ホワイトボードを使って講義して、無料講義して、ネットビジネスっていうのはこういう仕組み構造だよと、 どうやってアクセスが集まってくるのかっていうを話した上で、それをある程度理解し,たしてもらって、じゃあ、これだよね、みたいな。っていうのをやったりとかしてましたよね。うーん。なんで、まあ、TTP していただくのは、あのー、いいんだけども、一番 TTP しないといけないのが、絶対に売るっていう、この根本ですね。うーん。の あの、原因ですよね。売れなかった原因として、まあ、コンセプトが、あーマニアックすぎたっていうのはあるかもしれないですね。うん。要は、そのお客さんのニーズに、こう、うまくマッチングしていなかったコンセプトだったかもしれないですよね。ただそれは、まあ、あの、売ってみないとわかんない部分もありますから。うん。だけど、これはでも教育次第で、いかようにもなるっていうね。僕の見解だと。まあ、コンセプトは非常に大事です。ただ、 絶対に売るんだっていう気持ちでいろんな側面でちゃんとやれば、うーん、売れないことはないと思います。前,前もなんか動画で言ったと思うんですけど、うん、いろんな光の当て方はあったはずなんで、うんう。あとは、その、なぜこれが必要なのかっていうところが、なぜの部分が、 響,響かなかった。教育のプロセスで、なぜあなたにこれが本当に必要なのかっていう、手に入れる、有料でお金を払ってでも買うべきなのかっていうのを、しっかり伝えることができなかったっていうのもあるでしょうね。うん。そう。うん。多分ね、うんまあ、僕の見解で言うならば、 タイトルが響かないタイトルだったのかもっていうのもあるかもしれないですね。要は、35歳でもアニメ業界辞めた後、IT 系の職種に転職できた方法。まあ、アニメ業界辞めた後、アニメ業界にいて、えー、っていうまあ前提みたいな話ですよね。うん。まあ、あとは何だろうな。うん。 緊急性に欠けるっていうところですね。だからこの緊急性の話もドリアカの講義でいっぱいあると思うんですけど、うーん、その、辞めた後って緊急性があんま、その、未来感がないんですよね。うーん、例えばその、えー、 東北大震災の時に、10年前東北大震災の時に、めちゃめちゃ売れた商品っていうのが水だったりとか、あの、防犯グッズめちゃめちゃ売れて、あとは、あの、放射線、放射能を測る機械めっちゃ売れたんですけど、今売れます放射能を測る機械。売れないんですよ。だからその、なんだろうな、人って緊急性っていうか、その、その状況にならないと動かないですよね。例えば、風邪薬とかも、うーん 風邪、頭痛くなる、痛くなって痛いってなってるからバファリー飲むとかね。でも頭痛いってなってないとバファリー飲まないですよね買い。買いに行かないし。もう本当になんとかしたいってなった場合、動くんですよ。人間って。うん。だから、まだやめてないし、みたいな話ですよね。うん。だからまあ、 言ってることは一緒なんだけども、まあ、コンセプトをちょっとそっちのペルソナに変える。どういうことかっていうと、うん、あの、これから転職しようとしているとかね。もうすでに転職をしようとしているとか、うん、再就職に困っているとかね。まあ、再就職に困ってる方が、まあ、緊急性高いかもしれないですね。うん、なかなか就職できないあなたへとかね。うん、10社断れた、断られたあなたへとかね。なんかそっちの方がペルソナ絞って、 やってるかもしれないですね緊急性高くてただそれはまあ吉成さんのお客さん、まあ、リスト、えー、今登録してくれてる人がそういう状況なのかっていうとこですよね。うん、で吉成さんの LINE アットで多分セールスしてるとは思いますけども LINE アットに登録してる人がじゃあ今就職を探してるのか。 もしくは就職探しててめちゃめちゃし、あの、なかなか泣いてもらえない状況なのか、落ちまくってるのかっていうニーズはあるのかっていうところも、まあ一理ありますし、一理あるというかそこ、そこも大事ですよね。うん。そう。じゃないと響かないんで。うん。うん。だからまあこの吉野井さんの売れなかった原因は、まあ、 合ってると思いますけど、ね、ただまあうーんまあ先ほどお伝えした通りまあそこを徹底的にパクっていただく絶対売るんだっていうところですよねうんそうまあ現状としてはやっぱいろいろ真似してやってみるっていう現状だと思うんですね僕の場合は経験あるんでいろんな施策をかますことはできるんだけども真似してやってみるっていうところじゃないですか うん。だけど、一番本当真似しないといけないのは、そこの前提がないと、うん、僕も相当売ってきてますからね、いろんな商品。やっぱね、まあ、これね、う,うまく、よこれも吉野さんにうまく伝わるかわかんないですけどうん、セールス、セールスはお客さんのモチベーションなんですよ。 うん、どれだけの熱量でセールするかがお客さんのモチベーションになるというか。うん。いや、まあ結局その本当に売りた、本当にこう売るってなったらその熱量が伝わっていくんですよね。うん。それはすみません。なんかうまくこれは伝えられないですけど僕の経験値上、なんか売れればいいなっていう感じでプロモーションしているプロモーションと、はい。ちょっと切れちゃいましたけども、 えー、どこまで行ったかな。あ、そうそう。僕の経験上から言うと、うん、とりあえず売ってみるとか、とりあえずやってみる、売れたらいいなっていう時のプロモーションと、絶対売るんだっていう時のプロモーションの、やっぱその売り上げの度合いっていうのはやっぱ変わりますね。うん。まあこれは僕のもう、 もう何、何十、多分ね、商品数で言うならば何万点ぐらいは売ってると思うんですよね、この17年で。うん、トータルはもう10万人以上売ってると思うんですけど、まあ10万人以上売ってきて、まあ感じることですね。うん、そう。もちろんね、熱量を込めて売ったとしても絶対は限らないんだけども、トータル的なその、 17年やってきたトータル的バランスの平均値を見ると、まあそういう傾向かなと思いますね。うん。うだ今回も裏話すると、鷲津さんのやつも、まあ3日間っていうのもあったんであれなんですけど、最初の初動そんななかったんですが1日目はね、5件ぐらいしかお答えさなくて、あ、5件かちょっと弱いなと思って、そこからもうちょっとスピードアップしてガンガンちょっと強めていったんですけど、 で、最終日は多分の、伸びるだろうな。まあ、僕の経験上からで言うと最終日は絶対伸びるんで。でも、まあ、4年に一度っていうことでこうやってきたんだけども、1日目の初動が5件っていうのはちょっと少ないなぁと思って。そう。だからまあ、結局、結果的に最終日は、なんだ、うん。最終日何件だ最終日でも、最終日で9件ぐらい入ったのかだから2倍ぐらいか。しょ だまあ中身が一番少なかったですねうんそうトータルでこれ10何本だトータルで18人ですね18人のお問い合わせなんで17万でしょ17万1 7万かける万 ×18 で確か300万いくと思うんですけど 3 0三1、うん、2、3、4、1, 2, 3, 4, 1 10, 100,、10、まあ、百0 0三0 0 306万ですか。まあ、18人が17万全部着金すれば306万ですね。うん。まあ、僕の目、僕の目標値としては、まあ、最低でもやっぱり100万っていうところはあったんで、うーん。 まあでも、まあ今回単価が高いし、まあエビデンスも一番あるし、えー、なんだ。うん、もうセールスすること、だからなんだ、僕自身も、もうブックメーカー本ちゃんじゃないので、なんだ、僕もセールスするのもうほと、ほぼずっとないなと思って。で、今回のコンセプトは4年に一度ですから、この4年の一度っていうコンセプトでセールすることは、 もう4年に1回じゃないですか。<laughs> っていうところもあって結構ね、気合い入れましたけどね。うーんう。まあ、あとはやっぱその、ぶつけ方は、お客さんの、その今までの、あの、お客さんの生の現場の声ですよね。まあ、情報発信してるけれども、なかなか続けられない。なかなかうまくいかないっていう。だから今回もその、そ,まあ、それが響いたお客さんで、結構すげえ書いていただいてる方。 だからその、以前その情報発信するっていうところでなかなか続けられないっていう人に、活入れてね、活動画とか送ってたりした人がいてるんですけど、その方からね、すげえ長文メッセージもらって、吉谷さん以前ね、活もらって、まあ情報発信頑張ってたけど、あのー、結局なかなかいろんなノウハウコロクターにまたなってるみたいな。で、これ一本に決めますみたいなに来てましたけど。うん そうだまあしっかりとまあお客さんの声を聞いてそこの声に対してぶつけていく、うん、だけどそれが、うん、聞いてない状態でこれいけんじゃないかなだとやっぱ合わない部分はありますからだからやっぱまあ事前準備というかねまあそれも大事だし。ううん、うん ただなんで僕が、まあ、着金はまだしてないですけど、うーん、まあ、しっかりと売り上げをこう、作れてるのか、まあ、お手、お手荒ベースですけどね、今回は。まだ。まあ、それはまあ、あのー、お客さんの声ですね。まあ、その声をもとに、たぶんね、第3話か。第3話でかましたりとまあ、他にもいろいろ言ったんですけど、 まあ、今日の最後のセールスも、セールス、最後の22時のメルマガも、まあ、これできないんだったら、みたいなね。第3話か。情報発信したくない、YouTube 続けられない、ブログ書くの続かない、顔出しするの恥ずかしい、商品セールスできない、商品作るのめんどくさい、お客さんサポートするのめんどくさい、ネットビジネス何やっても稼げない、みたいなね。<laughs> まあ、これはもうお客さんの悩みで聞いてるんで、僕は。 まあそこに対してこういうふうにやりましょうっていうのはいつも言ってるんだけども。うん。で、あとはそうそうそう。で、さしっかりその、あの、お客さんの質問ですよね。例えばそれをもうプロモーションに入れる。例えば、えっ、ー、と、何話だったかな。あの、告白がこれ結構再生されたんですけど、ちょっとね、告白ってやつ。 これ140回ぐらい回ってるか。まあお客さんがツッコミがあったわけですよ。なんで吉田さんこんなに儲かってるのよね。なんで儲かってんのに吉田にやんねんだと。おかしいじゃないかみたいなね。ツッコミがあって。まあそれも、まあその潰していくっていうか、あの多分まあ一人からおないただきましたけど多分そう思ってるだろうなっていう話で。まあそれもしっかりプロモーション中にしっかりその現場で抽出したやつをプロモーションの中に入れて、あの潰していくっていう。 うん。そう。うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、絶対に売るっていう、それはそれは絶対 TTP してほしいなと思います。<laughs> てか、それを TTP しないと、うん、売り上げをね、大きく上げる。まあ、これからね、バックエンドですよ。要は、た高い金額のやつを売っていかないと、売り上げ上がんないわけじゃないですか。 うん。だから今後、もしその絶対売るっていうのがないかったら多分単価も上げられないし、たなんだ、単価を上げた時にひるむし、多分売り上げほんと作れないので。うん。だからやっぱ、まあ、最低ライン、最高目標じゃなくて最低ライン絶対ここは行くっていうのは絶対作るべきですね。僕の場合はいつも100万っていうのは、あのー、絶対なんですよ。 なんか、プロモーションやったら100万っていう。だから、その、これも裏話ですけど、あやさんと、その商品価格ですよね。で、僕のこけ僕も売りまくってるんで、だいたいその売れる人数のアッパーっていうのが分かってるわけですよ、データとしてね。まあ、人数少ないんで。だから、あやさんの教材売るときに、うーんー、あやさん、5万20人100万でいいですかみたいな。<laughs> ひとまずそこを目指します、みたいな。うーん。そう。 だからなんで5万円にしたのかっていうと、その、なんだ。えー、僕の顧客数から見ると、まあ、20人、5万。これが、ま、最低ラインでい、い、い、頑張ればいけるだ,だろうと。じゃ、ここは行こうと。うん。まあ、そんな感じですよね。でもこれが2万円とかだったらいくらだ。40人よっても80万じゃないですか。50人売らないといけないですよね。2万円だったら50人。 で、50人売れるかっていうと、結構難しいんですよ、僕の客数だと。うん。そう。だ価格設定に関しても、全部、僕の場合は、あの、データ取ってるので、あのデータ取ってるとか、毎月5年間売ってるんで、それは、もうデータもクソも肌感覚でもう身についてることですから。うん。 まあとりあえずもう今年も11月12月2ヶ月ですからいっぱいトライしてくださいうーんそうまあ、このね悩みを聞きまくるっていうのはすごくいいと思いますよこれドライブ相談会っていうのはう車でドライブするのかな 応募あります <laughs> これはね、あの、ドライブ相談会は別に真似てもら,もらってもいいんですけど、あの、熱狂的なファンがいないとそもそもきついと思いますよ。ドライブは。うん。まあ、ドライブって車でドライブする感じですよね、多分。どうなんだうん。ドライブ相談会。ドライ、ドライブ相談会。多分そうですよね。ど、どうですかね。ドライブ相談会。 うん、これはね、熱狂的なファンがいないと、ちょっと難しいかもしれないですね。うん。だからまあ、なんか無料、僕だったらその悩みを聞くっていうテーマであるならば、無料プレゼント配って、その、その無料プレゼントので、まあ、この本当は有料で売りたいけども、なんか無料プレゼントします。で、えー、1000文字以上書いてくださいとかね、500文字以上書いてくださいみたいな、なんかちゃんと取っていくっていう風にやった方が、 現実的かなと思いますねまあすいません、よしのりさん、めっちゃ好きやねんっていうファンがどれぐらいいるか僕、わかんないんで、うーん、そう、ドライブ相談会っていうど、うん、そう。まあでも、全然やってもらってもいいんですけど、ただ僕の経験上から言うと、ドライブに関しては、本当にその、ファンの方いないときついですよ。うん。 そうやっぱね僕もセミナーも2 3 0 0回やりましたけどこうリアルはね大変なんですよ <laughs> こので。リアルセミナー集客超大変ですからねうんやっぱわざわざだこれ堀江さんも言ってたんだけどもあのみんなねあのよくイベントとか呼ばれてねあの俺が行けば集客できると思ってるけどあのバカかと俺が行ってもそんな集客できねえよと。 名前があるから来る。そんなわけないと。だから僕、あの、うん、だからみんな集客しないっていう。で、俺は、その、それわかってるから、一人一人会った人に、今度、あの、ライブやるんで来てください。今度やるんだ、ライブ来てくださいってやってるよって、堀江さんも言ってましたからね。でも、でも、でもそれね、あの、本当にリアルをやった人じゃないとわかんないですよ。でも僕、堀江さんのその話聞いてて、わかるっていうね。<laughs> 気持ちわかるっていう。 やっぱその、お客さんのその時間を削ってその場所まで来てっていう、ここってすげえウェイト高いんですよ。な、堀江さんはいろいろそのイベントやってるわけでしょだから、まあいろんな失敗事例ですよね。多分経験してきたんでしょうね。うん。名前があるから来るだろうっていう。いやいや、来ないと。だから堀江さんですら、一人一人会ったら手売りというかね、もう来て、CM していくっていう。やってるんで。うーん。 そうリアルはリアルに持ってくるっていうのは結構ウェイト高いですようんそううんはい、まあ、とりあえずまた何かあれば相談してくださいはいということでまあでも1本は売れてるのでゼロじゃないので まあ僕ゼロもありますからね、こんだけやってて。<laughs> ゼロもあるんで、うん。僕よりすごいじゃないですか。うん、はい。ということで、また報告お待ちしております。